全日本ツーリングカー選手権。全日本ツーリングカー選手権は自動車レースの一カテゴリー。市販車をベースとして改造を施したツーリングカーで争われた。1985年から1993年までは国際自動車連盟の定めるグループ A 規定により排気量別の3クラス制で行われたが、1994年から1998年までは、 同じく F1A の定める排気量2リットル4、ドアセダンをベースした新カテゴリーのクラスに規定により、争われた。どちらも同じ競技名ではあるが、カテゴリーの混同を避けるため、新たな通称として1993年までを JTC もしくはグループ A と呼び、1994年以降からは JTCC と区別して表記する。六月二日にスポーツランドスゴで開幕し、 11月10日に、富士スピードウェイ、インターテックで閉幕するまで、前後戦で争われた。開催者年度の主な参戦者用は、ヨーロッパツーリングカー選手権で、すでに活躍していた、トヨタ AE86 カローラレビン日産から、R30 スカイライン S12 シルビア会社では BM、BMW M635G、VW シロッコが参加した。シーズン途中からは、 ホンダ AT 型シビック SI が参戦。最終戦の国際格式レース、インパーテックには、ETC 王者のボルボ240ターボが来日、圧倒的強さで1から2フィニッシュを達成した。また欧州で活躍していた、MA64 スープラ、三菱スタリオン、共に、ディバイディット3も、凱旋来日した。初代シリーズチャンピオン、総合は2勝した。 BMW635 を借り長坂直樹が獲得した。この他カローラ・レビン一勝、シビック一勝、ボルボ一勝。三菱ワークスのスタリオンが本格参戦。スカイライン、BMW との密度もえに。しかし灼熱の素顔では、カローラ・レビンが豪雨の西仙台、現仙台ハイランドでは、FF の AE82 カローラ FX が総合優勝する波乱も。 ディバイリット2には、レイトンハウスから、メルセデスベンツ 190E2.3 から16が参戦。ディバイリット3を上回る速さを見せるも一度も完走できなかった。シリーズチャンピオンは、R30 スカイラインを買った、鈴木アグリが獲得した。スカイライン2勝、スタリオン1勝、AE86 カロラリャィン1勝、AE82 カローラ FX1 勝。 ボルボ一勝、インパーテックに連覇。トヨタチームトムスが MA70 スープラを投入し、いきなりデビューウィン、スガオ。日産も R31 スカイラインのエボリューションモデル GTS-R を投入するなど、グループ A でもワークス戦争が本格化してきた。こうしたワークスマシンを相手に、プライベートチームが持ち込んだフォードシエラ RS、コスワース、シーズン途中から、 エボリューションモデル r s 5 0二2が圧倒的速さを見せる。この他、ディバイリット二にオートビューレックから BMWM3 がデビュー。インターテックは、この年世界選手権がかけられ、遠来のエッケンバーガー85年にボルボを走らせたチームのワークスフォードシエラ RS500 が圧勝した。シリーズチャンピオンはフォードシエラ RS500 を買った。 長坂直樹が2度目の獲得。シエラ RS コスワース1勝、エボリューションモデルのシエラー RS500 が2勝、スタリオン2勝、スープラ1勝。この年から排気量2.5リットル超のクラスが、クラス1、2.5リットル以下が、クラス2、1.6リットル以下が、クラス3と解消された。シリーズ開始当初は、バラエティに富んだ参加車両だったが、 この頃になるとだいぶ淘汰が進むようになった。クラス1は、スープラ、スカイライン、フォードシエラ、スタリオンの4車種のみに。このうちスタリオンは、ダメーカーが、エボリューションモデルを投入してきたこともあり、苦戦を強いられるようになってきた。またスープラは、FIA のターボ係数がこの年から1.4から1.7に変更されたことから、3.0リットル1.7で5.2リットル扱いになり、 大幅に最低重量が上げられこちら目線。トヨタは、スープラのエボリューションモデル、ターボ A を8月に500台限定発売。公認取得後、最終戦インターテックに、投入、2位に入賞した。シーズン序盤、鈴木アグリ、アンデルソ・オロフソンのドライブで、開幕に連勝を果たしたニスモワークスの R31 スカイラインだったが、以降4戦は自力に勝るシェーラに勝つことができず、 シリーズチャンピオンは、フォードシェラ RS500 を買った、横島久志が獲得した。前年まで、エアポケット状態で、様々なマシンが参戦した、クラス2だが、BMWM3 の登場で、一点ワンメイク状態に。クラス3では、ベース車両のモデルチェンジに合わせ、AE92 カローラ、e f 3シビックが登場。カローラ VS シビックの対決は十三年の、 グループ A 終焉まで続くこ,ととなるこの年から星野和義がシリーズフル参戦。一方三菱は撤退し、クラス1はトヨタ、日産、フォードの3メーカーに。星野のドライブするカルソニックスカイラインは全6戦中4回ポールポジションを解くと抜群の速さを見せたが、決勝ではトラブルに見舞われることが多く一生止まり。対する、 はせみまサヒロドライブのリーボックスカイラインが3勝を上げ、シリーズチャンピオンに輝いた。しかし最終戦インターテックではシエラに勝つことができず、製造者部門の王者はフォードにさらわれることに、日産4勝、フォード2勝、R32 スカイライン GT-R がデビュー、全6戦、ポールポジション、優勝の完全制覇を成し遂げる。 同じクラス1でも GT-R とシエラは別クラスの様相を呈し、7台のシエラ同士の3位争いも激戦だった。一方でスープラはトヨタがワークス活動を停止し、試合放棄状態で低迷した。GT-R 見たさにこの年の全日本ツーリングカー選手権はどのラウンド超満員。最終戦インターテックは 主催者発表で87,500人と WEC を上回る動員を記録した。第5戦西仙台、現仙台ハイランドからは、オブジェクト T も GT-R を導入し三大体制となった。ちなみにこのレース、第5戦では GT-R が表彰台を独占した。シリーズチャンピオンは、カルソニックスカイラインの星野和義が獲得。カルソニック5勝、リーボック1勝。 クラス1には、前年のインパル、ハセミ、オブジェクト T に、タイサンが、新たに GT-R 税に加わり、K4 台の GT-R が、フル参戦。シーズン途中には、日産のジュニアフォーミュラだった、ザウルスカップの西チャンピオンが育成を兼ねて、スポット参戦した。一方トヨタは、スープラが撤退し、クラス3のカローラのみの参戦に。シエラは開幕戦では2台参加したが、 第2戦以降は、フェットのみのエントリーという状態となり、最終戦アンテルテックで、ついにフェットも GT-R へとくら替えしたため、国内からの参加はなくなり、アンテルテックへ来日した、海外勢のシエラ1台を除き、クラス1は、ついに GT-R のワンメイク状態になった。クラス3では市販車のモデルチェンジに合わせアンテルテックで、AE101 カロラレビンがデビュー。 シリーズチャンピオンはーボックスカイラインのハセミ・マッサヒロ。クラス1は7台の GT-R、インパル、ハセミ、ニスモ、オブジェクト T、サン、HKS、ヘッドのワンメイク状態。GT-R 勢はニスモの主導でマシン製作やエンジンメンテナンス、チューニングが行われる中で、HKS は実車メンテナンス体制を形成し、チューニングに対して 独自のアプローチを行った。対戦は、高橋健治に代わって、高橋国光が参戦、土屋圭一との新旧、ドリフトキングのタックによる、ドリキンコンビが結成し、後のチーム国光への源流となった。チャンピオンは2勝を挙げた、長谷ミ・マ弘サヒロが2年連続で獲得。インパル3勝、ニスも2勝、オブジェクト T1 勝。クラス3には、e、EG6 シビックがデビュー。 翌年から FIA クラスにニューツーリングカー2.0リットルエンジン搭載の4ドアセダン、あとスーパーツーリングカーと解消への移行が決定し、このシーズンがグループ A カテゴリー最終年。参加車両は R32 スカイライン GT-R クラス1、BMWM3 クラス2、AE101 カロラレビン、EG6 シビックともに クラス3の4車種だけになってしまったが、グループ A ラストイヤーということで、どのラウンドもサーキットは超満員。最終戦アンテルテックは、主催者発表で9万4600人の大観衆を集めた。1960年代の日本 GP を除けば、富士スピードウェイの観客動員最高記録である。クラス1の GT-R は前年と変わらぬ人用で7台がエントリー。 ヘッド以外の GT-R が勝利を収めたが、4勝、上げたカルソニックが、チャンピオンに。ただし星野は、マインの F3000 でクラッシュした影響で、翌週開催の第2戦スゴー、欠場、代役は、アンデルス・オロフソン。ドライバーズタイトルは、フル参戦したチームメイトの影山雅彦が手にし、終わってみれば、1990年の初参戦、以来、 4年間で GTR は26戦全勝を飾ったほか、この間のポールポジション、ファステストラップも GTR 勢が記録するなど、圧倒的な強さを維持し、誇示し続ける結果となった。飯田明、岡田秀樹、小川仁志、小畑久志、アンデルス・オロフソン、影山正彦、影山雅美、片山右京、金石勝友、北野本、木下隆之、トム・クリス・テンセン、 黒沢拓也、清水和夫、鈴木あぐり、鈴木慶一、鈴木敏夫、関谷正則、高橋国光、高橋健二、土屋慶一、寺田洋次郎、と、平健二、中子治、中島悟、長坂直樹、中谷昭彦、新田森夫、長谷正弘、服部直樹、福山秀夫、星野香織、星野和義、松田修士、三笠路、 三崎清、モテギカズオ、山田英治、横島久志、ステファン・ヨハンソン、ローランド・ラッツェンバーガー、和田隆を楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。